満福は NHK 大阪放送局制作で2018年10月1日から2019年3月30日に NHK で放送された第99作目の連続テレビ小説。2017年11月14日に制作発表が行われインスタントラーメンを生み出した日清食品創業者の安藤桃福とその妻、キミ子の半生をモデルに 懸命に生き抜いた夫婦の物語を描く。また、主人公、キミコに関した公開資料は、ほぼなかったため、このドラマのために、初めて親族や友人などにインタビューし、生前の手帳や日記をもとに資料が作成され、登場人物や団体名を変えて、フィクションとした。ヒロイン選定はオーディションではなく、安藤桜が選ばれたことが2018年1月31日に、 発表された。安藤は2017年6月に長女を出産したばかりで、育児への専念を考えていた中で、同年10月初旬にオファーを受け、育児との両立で悩み、当初は断ることも考えた。しかし、女優として、朝ドラヒロインは憧れであり、オーディションも思い出せないほどの数を受けてきたこともあり、夫側も含め芸能一家である家族の強い勧めや、 NHK が育児へのサポートを約束したことから11月に、受諾し、連続テレビ小説史上初のママさんヒロインと発表された。安藤の連続テレビ小説出演は、後に議定となる、柄本時世と、夫婦役で共演した2011年上期の、お日様に続いて2度目。制作にあたり、育児サポートのため、 通常は9時から23時頃まで行う撮影を19時で切り上げるために、クランクインの時期を5月の大型連休時期に繰り上げたり、大阪局内に宅地スペースを作ったりするなどの対応がされた。オーディションを行わず直接のオファーで、ヒロインが決定したのは、2017年度前期、ひよっこの有村霞以来であり、大阪製作のものとしては2013年度後期、 ごちそうさんのン図依頼となる。3月23日に出演者発表会見が行われ、5月1日に暗いクイーンを迎えた。6月4日には新たな追加キャストが発表された。台風21号の影響で9月4日予定の大阪のお披露目会見は中止されたが、同日の東京での完成披露試写会が実施された。なお、初回から安藤が18歳の役を演じる。 2019年2月27日、大阪放送局でクランクアップを迎えた。オープニングでヒロイン福子が海辺で自由に動き回るタイトルバック映像で使われた吹上浜昭和13年春の大阪、高等女学校を卒業したばかりの今井福子は、地元の大手ホテル、大阪東洋ホテルへの就職、数ヶ月後に控えた調子、先の結婚に胸を膨らませていた。 電話交換室に配属され仕事になれるため懸命な日々を送る中、母、鈴が突然腹板を起こし、先の結婚式の延期を懇願する。しかし鈴の腹板は下病であり、先が家を出た後の福子との二人暮らしに心もとなさを感じていたからだという理由に複雑な思いで過ごす福子だったが、職場では英語が堪能なことが認められフロント係に昇格する。そして、 福子から英語教育を続けてくれたおかげで昇進できたと感謝され恩返ししたいと聞いた鈴は先の結婚を容認。結婚式は予定通り行われ感動に包まれた縁となる。昭和16年、福子は先の結婚式で伝統機を貸してくれた業者立花万平と偶然再会する。後日、万平からの申し出を受け交際を始めた。 福子だったが、鈴の猛反対、先の結核による入院と死去、万平が冤罪で、憲兵隊に逮捕されるといった障害が、次々と立ちはだかる。しかし、福子の同僚、女学校時代の友人らの応援、先の夫、小野塚真一の後押し、万平の友人、セラカツオの協力で乗り越えていく。彼らの説得や二人の揺るがぬ決意に鈴は、俺、 昭和17年、万平と福子は結婚する。昭和19年春、逮捕時の拷問の後遺症がもとで徴兵を免れた、万平と暮らす福子は、戦火が大阪に近づいていることを察し、夫婦で鈴を連れて、万平の鳩子が住む兵庫県の黒地区村に疎開する。穏やかな疎開生活を過ごす中、万平に赤髪が届くが、腹膜炎を発症し、 回復後に徴兵されるも即日帰郷させられる。福子と鈴は安堵するが、万平は、周囲が国のために献身する中で何もできないと自責する。昭和20年8月に終戦を迎え、同年秋に帰還した3人であったが、自宅は空襲で消失したため、近くに住む自死、高田勝子の家に身を寄せる。物々交換や闇市へ資材を売るなどして食い繋ぐ。 中でセラと再会し触発された万平は、戦争で身分を証明する術を失い困っている人が多いと聞き、印鑑の製造販売を始める。商売が軌道に乗り始めたある日、福音兵の神戸シュゲルが、甲田宅に空き巣に入る。万平と福子に親切にされ、親しみを持った神戸は、勝子の子供たちの家庭教師として、甲田家に居候をする。 やがて、勝子の夫の忠彦が復員し、帰宅、印鑑業も同業者の発生で下火となり、万平と福子はセラが紹介する泉大津の倉庫で、商売を始めるため転居を決意。話を聞いた鈴と神戸も立花夫婦に同行することを決める。昭和21年5月、4人は泉大津の海岸にある、旧陸軍が使っていた倉庫兼住宅に入居。 安平は倉庫の中に残された多くの鉄板を利用しての商売を考える中、近所のラーメンや清華圏が市場で食塩が高騰し入手できず悩んでいると知り、製塩業を始めることを決意、赤穂に神戸と赴むいて製法を学ぶ。その結果、多くの人手が必要と判明し、神戸は大阪南波の闇市で従業員集めに奔走。福子も、 万平を支えるべく協力する。従業員は15人集まり、まかないをする福子と鈴の手伝いに、週末のみ勝子の長女、鷹が加わる。準備に1週間かかり、ようやく塩が出来上がったものの、労力の割に合わず、生産量は少量との現実に、当初従業員らは言葉を失う。しかし、出来上がった塩をもらい、本来の味を作れると歓喜する。 清華県の店主夫妻から感謝された従業員らは労働への意欲をかきたてられる。こうして起業した立花遠業の塩がセラにより初出荷されるが、サビの混入を理由に当初見積もりから半額の収益となる。万平はセラから闇市への出荷を進められるも断り、従業員らと精進し、純度の高い塩が出荷できるようになり、収益も安定する。 しかしセラが一万平らに内緒で一部の塩を闇市に横流しして私服にしていると知った福子は大阪経済界の実力者、三田村良造に万平の正規の方法にこだわった商売や心意気を訴える。結果、三田村から投資を受けられることとなり、三田村に便乗する形でセラからも投資を受け、横流しの件は水に流す。同時期に福子の妊娠が判明。 万平の態度や従業員らの本音を知った鈴がへそを曲げて家でする。騒動を経て、1947年、長男、玄が誕生する。一方、三田村から受けた投資で新たな事業を始めたいと考えていた万平は、栄養失調で苦しむ人々を目の当たりにした経験から栄養食品の開発に乗り出す。不平等な労働から生じた。 従業員同士の圧力、家庭を顧みない万平と福子の府は、それらの和解を経て、栄養食品、ダネー本が完成し、大阪の病院での売れ行きが好調となる。そして経理、営業担当として、新一を採用した矢先、従業員らが倉庫で見つけた、手榴弾で密かに行っていたダイナマイト寮が、反占領クーデターを企んだ疑いをかけられ、万平と従業員、 さらに倉庫を紹介したセラが、新中軍に逮捕される。福子や万平を支援する、人々の訴えや、万平の信念が、憲兵の心を動かし、最終的には、現場検証で無罪が認められて釈放されるが、逮捕の事実が信頼を失い事業の専売局から、取引停止を言い渡され、万平と福子は製炎業を廃業し、ダネ本の占業に舵事を取ることを決める。 社名を立花栄養食品有限会社と改名し、商品改良により大阪市場での売れ行きも伸びていき、やがてセラの協力を得て東京へ営業販売を始める。そして大々的な広告戦略もあって、ダネホ本は有名になり、ヒット商品となるが従業員を野学に通わせるための奨学金が、新中軍から脱税行為とみなされて、 万平は逮捕され軍事裁判で懲役4年罰金7万円の有罪判決を受ける。万平を支持する弁護士、安ず大地の指導で、ダネ本の販売権を豊村商会へ売却し7万円の罰金の支払いは解決したものの、国税局に追徴課税10万円を課される。東は不当な課税と見返するも、国や新中軍に立ち打ちできないと判断し、 立花栄養食品有限会社売却して、企業を解散させ、売却金で新たな事業を始めることを満平に提案。満平は団長の思いで受け入れる。東と三田村の協力で、企業売却と従業員らの受け入れ先を手配し、泉大津を離れた福子は、再び、高だけに移り、長女、港を出産。その直後、国税局が福子の私物を固く捜査し、 売却金が入金された通帳と印鑑を没収する。東は国を訴える準備を進め、奨学金は非課税であり、冤罪であることを新聞社のつてで広め、世論を味方につけていく。そして、国税局から万平の釈放を交換条件に国訴取り下げを打診される。正義官から国訴取り下げを認めなかった万平だが、福子に里され発明家として、 人々を喜ばせるため出所することを優先し、取り下げを承諾する。釈放され、祭主と共に、孔だけに身を寄せた万平は、織物業、大鳥屋の店主、大鳥館一から、新たに設立される池田信用組合の理事長就任を懇願される。福子からは、本職との違いを理由に反対され、悩む一万平らであったが、新一の助言を受け、 理事長に就任する決意をする。万平が理事長に就任してから8年、一家は池田市内の一軒家で安定した生活を送っていた。そして、子供が学齢期になり暇を持て余すようになった福子は近所のパーラーでパートタイマーとして働き始めていた。ある日、女学校時代からの親友、桑原俊子から知り合いの町工場、小田島製作所への融資を万平に頼むよう、 依頼される。小田党製作所が万能調理器を開発中であることを知った万平は、100万円の融資を即決しただけでなく、毎日定時で退社しては、小田党製作所に通い、開発協力に没頭する。しかし池田信用組合の親銀行である梅田銀行から、人務契機の終了を受け、すべての融資案件を停止するよう通告される。万平は、小田党製作所へ、 融資継続させたいため、自宅の土地建物を担保に入れることを鈴と福子に提案。鈴は、もう反対するが、福子は、万平の本来やりたいことをさせたい願いから、承諾する。そんな、万平の熱意や、銀行の担当者に、小田党政策書の開発を見せたことで、一時は融資の、存続が決まったものの、梅田銀行の人事移動により一転、融資金の回収を命じられ、 立花家の資産も差し押さえられ、信用組合の窓口では取り付け騒ぎが起きる。最終的に信用組合と池田の産業を守るため、万平は、梅田銀行の人間に、理事長職を託し、辞任する。こうして、昭和32年暮れ、一家は、家賃2000円の借家に転居、鈴は、こうだけに身を寄せる。年が明けて発明家に戻った万平は、 主婦の仕事の軽減に着目した結果、簡単かつ短時間でできるラーメンの開発に乗り出し、裏庭に即席ラーメン研究所を設け没頭する。そんな、万平の様子を没落と判断する人々からは、陰口を叩かれ、子供たちはいじめに遭うが、万平の成功を信じて、家族一丸で彼を支えてゆく。試行錯誤の末、万平は、ラーメンスープを完成させ、次は、 麺作りに取り掛かるが様々な方法を取り入れてもうまくいかない。そんなある日、福子が敏子からのお裾分けでもらったエビの天ぷらを揚げているのを見て、万平は麺のヒントを思いついた。そこで万平はかつてダネーホーン作りで世話になった、韓米の知人、大宮及び即席ラーメン研究所で揚げた麺の成分を調べてもらう。すると、 高野豆腐のようにスポンジ状になった麺の断面が顕微鏡で見て明らかに。ついにラーメンを完成し、高田やパーラー、白バラで試食会を行う。お湯を注ぎ、3分待ち出来上がったラーメン。各所での試食会は大成功に終わった。夜になり、新一が訪ねてきて、ラーメンを試食した。ラーメンを食べた新一は革命的な発明だと絶賛。彼は、 池田新勤を退職して、万平のラーメン作りに携わりたいと言い出した。さらに、セラも訪れ、セラ商事で売り出させて欲しいと切り出した。本格的な量産体制が始まり、源と幸も学校から帰ってきてから、ラーメンの放送を手伝うように。発売日、目前、福子が過労で倒れてしまい事態を重く見た鈴が、再び、立花家で同居することに。 彼女もラーメン作りを手伝うように、鈴が同居するようになって、福子の負担は半減された。昭和33年夏、ついに世界初の即席ラーメン、プクラーメンが発売されたのであった。第九百貨店で試食販売を始めたものの、なかなかプクラーメンが売れず、頭を痛める一同。そんなある日、福子がこうだけでテレビを見ていると、 コマーシャルが流れたことことで、自らコマーシャルを作ることを思い立つ。ンベがコマーシャルの絵コンテをいくつか提案し、福こと、源の甲がコマーシャルに出演することに、ようやく売り上げが軌道に乗り始めたものの、大問題が発生。朝、セラが結晶を変えて、満腹食品株式会社に現れ、満腹ラーメンの模倣品が発売されていると知らせた。驚く満兵たち。 その中の一つが、満腹ラーメンと味が似ているというのだ。最近になって急に退職した元社員がいたことを思い出した新一。さらに、福子が出演したコマーシャルまでも放されたことを知り怒りが収まらない満平。新一とセラが、普段の食品会社に怒鳴り込み、抗議するが、抵抗食品社長、猿渡は開き直り断固拒否。あまりの事態に、 怒りが収まらない新一。普段声を荒げることがない新一の姿に驚く、吹くことせず。万平は、だんだんと怒りがこみ上げてきた。後日改めて、抵抗食品を訪れ厳重に抗議した万平たちだったが、相変わらず開き直る猿渡りに対し、ついに万平が怒りを爆発。事態を重く見た万平は特許を出願。ところが、抵抗食品も、模倣品、 本家満腹ラーメンの特許を出願していると知り、驚く満平。だが、即席ラーメンの特許を認められたのは、満腹食品株式会社だった。満平は、一人勝ちだ。と喜ぶが、福子は、複雑な心境に。こうして、模倣品は淘汰されたものの、昭和34年、買い物に行った福子は未だに粗悪品の即席ラーメンが発売されている現状を目の当たりにし、 このままでいいんですかと万平をいさめた。福子にいさめられ、スーパーで粗悪品の即席ラーメンが安く売られていることを目の当たりにした、万平は特許を他社に公開することを決断。各社を回るも、相手にされず、途方に暮れる万平。ついに福子はセラに相談。そこで、セラは、元食料庁長,長官だった、衆議院議員、土井垣に相談。 土井垣は万平に対し即席ラーメンの協会を設立するという提案を。こうして即席ラーメン協会が設立され、万平は初代会長に就任。さらに、かつて銀行の抵当に入れた元いた家に現在、暮らしている人が引っ越すことになり、再びあの家で暮らそうと切り出した福子だった。万福ラーメンが発売されて11年が経った。昭和十五年。 大阪では万博が開催され、一家は元居た家で暮らしていた。源は23歳になり満腹食品に入社し、幸は21歳になり大学に通っていた。即席ラーメンは飽和状態で倒産する企業もあり、満腹食品は焦りを感じていた。新しい商品を開発してはいたものの、満腹ラーメンの売り上げを超えるものはできていなかったのだ。セラにも、 画期的な商品を開発するよう言われ、万平は画期的な商品を考え始める。しかし、即席ラーメンの国内販売はもう頭打ちで、輸出も伸び悩んでいた。そのことを万平が福子に言うと、福子はかつてワンプクラーメンをアメリカへ営業に行った、際のことを思い出す。アメリカには、丼も箸もなかったため、アメリカの担当者が紙コップに麺を割り入れるよう注ぎ、それを フォークで食べたのだ。その話からマンペ平は容器に入ったラーメンを開発することに決め、満腹ラーメンとは麺も味も変えることを決意、家でスープを開発した。開発チームには若手を採用した。新商品の名前は世界市場を視野に入れていることや、これまでの概念を覆すという意味で満腹ヌードルとした。その日の夜、立花家には、 サチが万博で知り合った外国人のレオナルド、ビリー、トムが来ていた。万平は麺はそのままであるが新しく開発したスープのラーメンを試食させる。しかし麺がうまく負けない。欧米人には麺をすする文化がないため食べにくいなど問題が多く発生。万平は麺を万福ラーメンの長さの半分にすることを決めた。会社では開発が難航していた。 万平は家で麺の揚げ方を研究する。福子が天ぷらは油の中から浮かび上がった頃が食べ頃とつぶやいたことをヒントに型と麺に上部に隙間ができた状態で揚げたところ成功。同時に麺の上下の密度が変わり麺が戻りやすくなるという利点も発生。しかし会社では開発が進んでいなかったため万平は激怒。 開発チームの面々は不平を言い始める。それを見た新一は福子に満平を悟すように頼み、福子はあなたが足を止めてあげるべきだと悟す。その言葉を聞いた満平は開発チームに一緒に満腹ヌードルを作ろうという。同じ頃、幸はレオナルドとよく会うようになるが、鈴は彼女が立花家の玄関前でレオナルドと抱き合うのを目撃。 福子に相談するなどして、やきもきしていたが、福子は見守ることにした。ある日、セラが白ラでマスター夫妻に、レオナルドが別の女性と肩を組んで歩くところを見たと話した。その数日後、源はヌードルの国入れる食材の製造方法を探していたところ、フリーズドライという製法を発見。開発チームには後日、 フリーズドライ食品を製造する機械が導入された。その直後、サチの様子がおかしいことから福子が彼女の部屋に行き、事情を聞くと、レオナルドがアメリカに帰国することと、彼には本国に婚約者がいることを福子に打ち明けた。こうの初恋は終わった。翌日、吹っ切れた様子で朝食をとる、サチの姿に一安心する福子だった。福子は、万平と共に、 ヌードルに入れる具材の一つ、肉の製造、加工を自宅で行うように。一方、源たち開発チームは勘弁が大急ホテルで食べた、シュリンプカクテルの中に、フリーズドライしても崩れないプーバランというエビを発見。その他、スクランブルエッグなどを入れて、ようやく商品の形ができた。ところが、製造ラインから、ある問題を明かされた。 麺を容器に入れる工程で麺が中で崩れるというのだった。自宅で麺をカップに入れる作業を繰り返す万平。同時期、突然鈴が病に倒れた。医師の診察によると、腸に異常があるとのこと。見舞いに来ても仕事の話ばかりする万平に対し、鈴は不満顔。その後、腸が破裂したことで、鈴の容体が急変し緊急手術をすることになり、 万平に連絡する福子。手術は成功したが、手術の結果から、鈴は大腸形質症という重病だったことが判明する。ヌードルをどうやって容器に入れるか、試行錯誤を繰り返す日々の中、万平は不思議な夢を見た。突如、部屋の中がひっくり返り逆回転する夢だった。目覚めた万平は容器を入れる方法を思いつき、台所へ降りて、実践、成功した。 パッケージのデザインは、ただ彦の弟子、名木淳也が手掛けることになるが、気が弱い性格である。彼は、プレッシャーに悩みデザインが思い浮かばず苦悩していたが、白バラのママから励まされ、デザインが完成。万平からも、合格点をもらい感激していた。ついに、満腹ヌードルは完成。発売の日を迎えたのだった。しかし、発売したは、いいものの、 当初の予想の3分の1ほどと売り上げが伸びず、社員たちは困惑する。小売店からは、100円は高すぎるとの声も来ており、やはり問題は値段であることがわかる。他の社員は値下げを提案するが、万平は100円にこだわる。しかし、小売店は値引きして売っていることがわかる。それを知った万平は、小売店では売らず他の販売ルートを考えることを宣言。 夜中に働く人のいるタクシー会社やホテルに営業をし売り込むことを決定する。満腹ヌードルは在庫が相当溜まっており製造をストップするまでになっていた。営業の結果タクシー会社が買うなど好評を博す満腹ヌードル。夜中に働く人に好評なら夜中に買える店があればいいと福子が考えつくが現実的には不可能であった。満平はそこから着想し お湯まで注がれその場で食べられるような装置をつけた自動販売機での発売を決定する。また、満腹ヌードルの他の利点を聞いて回っていた福子は、古い世代には満腹ヌードルの良さが伝わりにくいということを牧から聞く。皆が満腹ヌードルの売り方に悪戦苦闘する中、鈴は先という目で話す。最後にみんなに、ありがとうと言えたため食いはないという先の言葉を聞き、 鈴は生前層を上げたいと言い出す。福子と万平は、例の少ない生前層に難色を示すが、幸や源が賛成したこともあり鈴の生前層は、無事取り行われる。鈴の生前層が終わり一段落したところで、福子は、今までのことを思い出し、満腹ヌードルの良さがわかるのは、頭の柔らかい人たちだ。と気づく。そこで若者に狙って売り出すことにする。同じ頃、 歩行者天国が大阪でも11月29日に行われることが明らかになった。新聞で知った万平は歩行者天国に出店することを決意。歩きながらでも食べられる満腹ヌードルを歩きながら食べてもらうことにした。また、万平は福子に歩行者天国がきっかけで満腹ヌードルが成功したら次の商品を考えるために1、2月仕事を休んで、 二人で世界の麺料理を食べる旅行に行こうと提案し、福子は快諾する。歩行者天国での満腹ヌードル販売は大成功。万平は福子に改めて感謝の気持ちを伝える。二人は無事旅立つ。季節は変わり、春。福子と万平は今はクアラルンプールにいて、次はタイに向かうことを鈴江の手紙で明かす。二人は屋台で麺を食べながら、 美味しさと楽しさを噛みしめるのであった。立花家の人々、高田岳の人々、小野塚家の人々、兵庫県上郡の近くにある、設定の架空の村海岸と森を交互に、主人公の福子が主題歌、あなたとトゥラッタッタに合わせて自由に歩く映像が流れる。海岸を歩く場面は、兵庫県の淡路島、森を歩く場面は、滋賀県大津市の日吉大社で、 ドラマ本編と同じスタッフにより撮影された。なお、最後に、福子が海に向かって、大の字のポーズを取るのは演じる安藤のアドリブである。満腹ご飯と題して、視聴者から送られた料理や食事をしている様子を、映した幸せな気持ちにさせる写真を紹介している。ありがとうございます。